はい、というわけで、花芽ファミリーさんのご紹介が終わりまして、平塚二輪さんのご紹介をさせてもらうという形。こんにちは、よろしくお願いします。すいません、お名前よろしくお願いします。直樹です。直樹さん、はい、ありがとうございます。こちら直樹さんの単車ですか？絶通ですね。ありがとうございます。絶通でこうやって風防つけたりとか三段シートつけたりするっていうのは結構なんか変わってる感じではあるイメージが、まあ、結構あります。はい、はい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 。おー、え、元はどういう感じだった？もうノーマルで買って、いつ頃買われた感じですか？8年ぐらい前ですかね。8年ぐらい前に、あ、ほう。あ、他に何にバイク乗られてるんですか？ GT7 半。おお、え、FX も持ってるんですか？あ、うわ、4台所有されてる。うわ、相当なあ、もう単車が大好きで。あ、じゃあそれをもう常にじゃあローテーションで乗り回してる感じがあるんですか？大体ローテーションで。わあ、すごい。こちら、何を変えた感じがあるんですか？この、まあ、3段とチョビさんと。そうですね、3段風防。ありがとうございます。はい、チョビさんかっこいい。はい、ホイールキャストですね。キャスト、おお、ゴツ。これ林って言うんですか？はい、林のキャスト。こちらは高価なものなんですか？3、40万。これマフラーとかは、マフラーちょっとわからない、はい、たまたま知り合いが持ってたんで、はい、それを譲ってもらう。あー、そうなんですね。こちらの下のやつって何て言うんでしたっけ？ホタル。おー、ホタルランプって言うんですか？ほう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 。あー、ピンクの感じで、紫、ピンク、ピンクって感じですね。紫ですね。おー、怪しく光ってます。そしてこの風防なんですけど、もう最初から付けられてる感じ。平塚二輪70、はい、セブンティーズスタイルって、まあ、あー、そういうことなんですね。こういろんなボスのステッカー貼ってられますけど、かっこいい。すごい、なんか Z1 とか Z2 ってなんとなくノーマルで乗ってる方が多いイメージが自分としてはあるんですけど、こうやっていじったりしてるのもなんか新鮮で、はい、いいですね。ありがとうございます。こちら Z1、すいません、よろしくお願いします。お名前なんて？内藤です。内藤さん、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。あ、こちらも3段チョビさんつけてますね。そうですね、今日だけ。あ、そういうことですね、はい、普段はもうノーマル仕様という感じですか？どっかのこれノーマルじゃないところって言ったらどこ？あ、ハンドルがそうですか？ハンドル、ハンドル、ちょっとこれアップハンって言うんですよ ね、 そうですね。ちょっとなんか短めのアップハン。はい、ホイール。あ、これノーマルじゃないんですか？これがね、太い、幅が太い。あー、ノーマルはでもスポークはスポークなんですけど、ほう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 。あ、でも幅が太いタイヤにした感じで。おお。そしてハイウェイダンサー。そしてこちらはステッカーは俺のグループ、東京卍会っていうグループ。あ、そうなんですか。あとはなんか変わったところとかってあるんですか？あとは、はい、ちょっとだけボーク。あ、これ、あ、そうなんですか。あれ、これってなんか純正じゃ、純正というかこれカバーを変えてるんですよね。ここだけね、ここだけ変えて。へー、ボアアップしてるんですか？ちょっと。じゃあ900じゃなくてどれぐらいになってるってことですか？ほんのちょっとだけ。あ、そうなんですか。それか変わりますか？変わるね。あ、そうなんですか。こちらのごめんなさい、単車っておいくらで買われたんですか？30年ぐらい乗ってるんで。え、昔は全然100万もしなかった。あ、そうなんですか。今400、500ぐらいするんじゃない？する、はい、上松さんで自分見た時には結構な値段ついてたんで。おお、じゃあ大事に所有されてるんですね。で、走りに行く時だけちょっとチャピさんつけてみたりとか。はいはい、直感とかにはされない？たまにね、たまに。ありがとうございます。いいですか、声だけ出演。お名前は？青柳さん。ありがとうございます。こっちは S ヘッチでいいんですね。ははは、めちゃくちゃ綺麗ですね。もういつ頃から乗られてる感じですか？あ、もうそんなに乗られてる感じですか？あ、17万。あ、そういうことですね。17万円で買った。20年前で17万円。ちょっとすっごい値段ですよね。この状態で買われたんじゃなくて、全部もうこのなんだ、外装とかも変えられてピッカピカですけど、これ最近変えられた感じですか？15年でこんな状態を保ってるんですね。おお。あ、そういうことですね。キャンディーライフさんで10年ぐらい前にやられてて、全部めっちゃ綺麗だし、ショックとか。おお、マフラーはなんて言うんですか？あ、菅谷。おお、ちょっ
っとエンジンかけてもらっても大丈夫ですか。かかんない。かかんない。え？え、家どこですか。あ、本当ですか。もう押してきたんだ。こちらも高速用につけてる感じで。これはなんか形だけ。あんまりこれは使ったりはしない感じで。ありがとうございます。足が届かない。え？足届かなくないですよ。なんとなく分かってきました。はい、いやすごいありがとうございます。あ、こちらの RZ は、あ、いいですか。お名前なんて言うんですか。水島です。水島さん、はい、すいません、ありがとうございます。あ、なんかお若い感じがしますけど。そうですね、はい、おいくつですか。38年。あ、思ったより若かったごめんなさい。いや、なんかもっと若く見えました。いやすみません、ありがとうございます。RZ こちらケツ上げしてる感じなのと、あ、ハンドルもそうですよね。そうですね、ロボハン入れて、こちらがロボハンですね、ハンドル、はい、はい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 。チャンバーと、お、チャンバー、なんこれ何のチャンバーって言うんですか。雄三のストレートですね。雄三の初期型のストレートのチャンバーっていうんですね。しかも RZ めちゃめちゃ綺麗。羽とかはもう元からですか。そう、いや、これは自分で抜く、はい、外装も全部、はい、フレームも全部自分で抜いて、もう自家塗装で、自家塗装、ああ、もともと3本ラインだったんですけど、ね、はい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 、はい、また塗り直しみたいな感じ、あ、ちょっと綺麗じゃなかったみたいな感じだったんですか。そうですね、それフレームも水性出して、はいはいはい、全部エンジン直して、はい、磨いて、へえー、めちゃくちゃ綺麗。いや、だし、あと RZ を自分昔、はい、大好きだったんですよ。乗らせてもらってて、はい、自分はその集合感タイプが結構好きだったりするんですけど、やっぱあれですか、バランバランっていう音が結構好きですか。そうですね、チャンバーがやっぱり、はい、まあ、個人的にチャンバーも好きなんですけど、はい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 、はい、お、はい、触れたりするじゃありますか。あー、本当ですか、はい、集合の自分はカンカンカンっていう音がすごい好きで、はい、はい、あ、ちょっとエンジンかけてもらったりもできますか。 ありがとうございます。すげえ綺麗。ちなみにいくらで買われたんですか。いつ頃に。はい、25くらい、20ちょいくらいですね。20ちょい、あ、だったらもう18年前じゃないですか。そうですね、そうですね、もう少し経ちますね、おお。はい、いや、ありがとうございます。こちらも全部綺麗、RZ こちらのお気に入りポイントお願いします。あえて言うなら一つ。そうですね、はい、まあ、チャンバーとシートと羽と、まあ、この辺ですかね。チャンバーとシートと羽、ここら辺の後ろ側、あと、うん、この辺の、はい、パーツとか、うんうんうん、ロボハンの全部綺麗、ピッカピカですもんね。ありがとうございます。350ってどれぐらい出るんですか。これは2班のオーバーピストンが入ってる感じで、ね、2班のオーバーピストンというやつがあるんですね、はいはい、じゃあ2班なんですね、これは。そうですね、2班です。ただこれは違う感じで。そうです、そうです。ああ、そういうことなんですか、はいはいはい、だったら前はもうダブルディスクにしてるんです。はいはい、3号仕様みたいにしてる。ああ、そうなんですか、はい、あ、3号仕様の感じだったんですね、はい、ほう。いや、どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。すいません、あ、お名前よろしくお願いします。江原さんですか。どうもありがとうございます。これ RZR っていう、あ、自分最近ちょこっと前に見させてもらったことがあったんですけど、 RZR と RZ 何か違うっていうか、こちらの方が前のやつですか。こちらは新しい。新しい、あ、そういうことですか。あ、こちらから、何年後とかに出た感じなんですかね。はい、85年式。おお、こちらはこの状態で買われた感じですか。あ、このまま買った。あ、先輩から買われた。こちらはいつ頃に買われたんですか。はい、あ、最近なんですね。こちらのテールとかも全部そのまんま。あ、これは純正テール。あ、純正テールで、あ、ごめんなさい、この羽、羽は、はい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 、うん、おお、すごい。この RZR を選んだ理由っていうのはどういう感じだったりするんですか。あ、たまたま、おお、なんか、あ、じゃあ買うみたいな感じで。しかも赤白、これかなり目立ちますね。しかもなんか服装的に、あ、ちょっと後ろ見させてもらっていいですか。こちらのエナメルというか、こちらに平塚カニギンって書いてあって、でこう乗られてるとめちゃくちゃ目立つ感じがしますけど。あ、あ、そうなんですか。入れてもらって。あ、はい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 、最近、え、平塚の方ですよね。はいはいはい、
中原、あ、中原、自分中原です。あ、本当ですか。え、何歳ですか。今年の51、自分41なんですよ。だから10個違いますね。あ、すいません大先輩すいません、ありがとうございます。あ、じゃあ最後に、あの、なんか一つお気に入りポイントあげるならば。はい、あ、音が好き。あ、音を聞かせてもらっていいですか。はい、めちゃめちゃ調子いい音してますよ。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。こちらのバブ、CB65。 あ、これ CB650 650なんですか。はい、あ、そうなんですか。はい、え、いつも日傘で、あ、お肌を守るために。それはまあ必要ですよね。バイク降りたら日傘。そっか、バイク乗ってる時はもう無理ですもんね。 CB65、 ほう、こちらなんかすごい、あ、テールもなんかすごい違いますもん、全然。こちらも、6号はいつから乗られてる感じですか。3年ぐらい前から乗られてる。他にも前から乗られてる感じだったりします。前はバブと、あ、バブ、あと G7 ってなんだろう。あ、あ、はいはいはい。あ、バイクはじゃあ好きでずっと乗られてる感じで。ほう、この暴走族仕様的な感じがやっぱ好きな感じですか。この3連ラッパーついてます3連ラッパーついてます。そして風防ついてます。うん、アップアン、元から何か変えたところありますか、自分で。鈴野さんがハンドルと、はい、アップアンにして、ウインカーかな。ウインカー、ウインカー、あ、こちらですか。こっち、本当はここについてる。え、あ、こちらにウインカーがついてるのを上に上げた、その心は。ああ、ちょっと上だとかっこいいがちょっと変わるというか。ほう、そしてこのうんこちゃんは、うんこちゃんはトレドマーク。鈴野さんのトレドマークがうんこちゃんそうなんですか。これで650だったら何キロぐらい出ます。160。あ、めっちゃ出ますね。あ、そんな出るんですね。これおいくらで買われました。あ、40万で買われたんです、3年前に。ほう、あ、安くないですか。安いですよね。あ、じゃあ個人売で。そうです。あ、そうなんですね。ほう、いや、気をつけて乗られてください。鈴野さん、ありがとうございます。あ、最後 RG、はい、RG、 あ、どうもありがとうございます。すいません、よろしくお願いします。お名前の方お願いします。石垣くんです。石垣くんさんで、はい、ありがとうございます。 RG、はい、うわ、なんか懐かしい感じがします。めちゃめちゃ。あ、そうなんですか。なんか RG 自分結構好きな感じですけどね。RZ とか RG とかすごい好きで。一番いいですね。はい。あ、そうなんですか。え、これいつ頃買われたんですか。これは、はい、土屋さんの、はい、他社探してくれって、はい、お願いしてて、たまたま声かかったのが RG だった。ほう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 。本当は、はい、ツースト乗ったことなかったから、ツースト嫌だった、うん、ブレーキ効かないし。はいはいはい、あ、はい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 、はい、本当は ZGP が、はい、乗りたかった。一番最初に昔乗った車だったから、それ乗りたかったんだけど。はい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 、はい、やっぱその辺に行くと、うん、値段がね。ああ、そうか、それも結構高かったりする。で、たまたまこれが損で。そうか、タイミングも60で、うん、個人で売っても80とか下手したら100とか桁いっちゃう。ああ、そういうことですね。普通に相場にしてみても全然安いと思って。ああ、そういうことですね。まあ、そこは、うんうん、あのね、あとは嫁さんにどう交渉するか、うんうん、それはもう交渉しないと。そうですよ。そっか。しますよ。あ、そういう風にちょっと、はい、ええ、お金出してもらって、はい、今はだから嫁に、はい、月々その、はい、ね、あ、それをか、はい、ローンで返してる。あ、お嫁さんローンで。じゃあそこから、買われた時はもうこの状態ってことですか。もともとカフェレーサーです。あ、カフェレーサーだったんですかこれ。じゃあこのハンドルもアップアン上げて、上げて、はい、長い距離走ると、はい、ここに来ちゃう。はい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 、うんうん、もうクラッチ握れないぐらいしびれちゃう。あ、そう、あれってじゃあ結構体に負担があるような。すごいすごい。そうなんですか。長い距離乗るような感じじゃない。はい、だから楽なスタイルを取って、うん、うん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 、確かに確かに。ハンドル、そうですね。あと3段、あとなんか、はい、これがその時土屋さんにいただいた、おー、アジサイのステッカー。18年
はい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 。ということはもう35年ぐらい前になりますね。おお。いただいたステッカーです。やっぱりあれですね、ツーストっていうのはやっぱりちょっと汚れるもんですか。そうです。はい、それも土屋さんの教えで。はい。もツーストは拭いちゃダメだって。はい、あ、ナンバーを。そうそう。綺麗にしてる人もいるんです。はい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 。あ、いいですね。拭いちゃダメだと。おお。拭いていいのはここだけだと。あ、それは何ですか。そうそうそう、これは解析のシールが貼られちゃうから、はいはいはい、あ、そこは貼るときに拭いて、はい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 、その教えを忠実に守っていると、だからここだけ、はい、ちょっとほんのり今7月までだから、また7月になるとここだけ綺麗な、はいはいはい、あ、そうですね、でまた新しいのを貼られる。それはすごい。あと RG、 60でかかって、なんとカスタムってどんぐらいかかった感じですか。カスタムというより直す金の方がかかってるって、はい、あ、そうなんですか。ちょっとずつかかってるからトータルするといくらになるか分かってない最後止めて帰るときは下にもう段ボールが引いてあって、はいはいはい、で次来たときに、はい、音ってなんか落ちたり、はいはいはい、オイル染みがあったりするけど、そっからもうそっか、うん、どっか漏れてんのかなみたいな、で直したりして、そうそうそう、ああ、じゃあちょいじゃあ奥さんローンも返さなきゃいけないし、そうですそうです、あとはお小遣いの中で、ね、お小遣いの中でやっていくと、旧車乗りってやっぱりそういうことですもんね。はい、あ、そうですか。いや本当になんか、もう価値のあるというか、自分は RG すごい好きな感じなんで、本当は大きいのが欲しいけど、うん、やっぱりそういう維持費とかもね、やっぱ変わってきてるからね。確かにですね。仙台とか、はいはいはい、いやすみません、ありがとうございます。じゃあこの伊達塚二輪さんの締めということで、石垣さんに最後登場していただきました。この方ありがとうございました。